moments are the important moments that connect us. 急な名古屋。皆さんこんばんは。7月16日火曜日午後10時になりました。 FM79.7MHz コールサイン JOZZ0CDFM 沖縄県宜野湾市にある FM 宜野湾の電波をお借りして、名古屋にあるダンサースタジオから急名古屋をお送りいたします。王子ね、最近ですね、会社から支給されるお昼ご飯ですね、お弁当がですね、玄米おにぎりが2個とたくあんなんですけども、これもずっとこの1週間ぐらいずっとそれ食べてるんですね。であと汗もいっぱいかくんですけども、そんだけヘルシーにしていても全然体重が落ちてないっていうね、寂しい結果になっている滑り落ちマスクマンでございます。はい、先週末は、長野県にキャンプに行きましたけれども、いやー、やっぱり標高1300メートルあると涼しいんですけど、帰ってからの温度差にちょっと夏バテ気味の味噌煮込みスキーと、いやもう今日もですね、名古屋暑かったんですよ。何度だったっけ、35度36度、うん、それぐらい、まあ、そんなもんなんですけども、うん、暑いので、まあいろんな理由つけて、部屋のエアコン、あ、部屋じゃない、家のエアコンで涼んでたダンサーでございます。いいね、在宅ワークできるってはい、こんな3人がお届けします。今夜のテーマは値引き。今夜のテーマは値引きです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM 宜野湾で検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナラジオからも放送しています。マイチューナラジオアプリまたはマイチューナラジオサイトから FM 宜野湾で検索してください。名古屋は栄養コーナー22時38分頃からとなります。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、個人スポンサーさんですグランレーナさん、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワーク部サイト FMJG、 お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田、おやつと軽食の店夢屋、太古式とオイルリンパトリートメントのリラクゼーションサロンなごみ、ネットワークカメラ録画システムのことなら D グラッド、個人スポンサーさんです真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。私ども東海協和の国内物流部は名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。安心確実迅速をモットーに創意工夫を凝らし、お客様の個々のニーズに応え、心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状大きさの輸送もお任せください。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海協和まで。リテールクリエイト社会保険労務士法人は小売業コンビニエンスストアに特化した日本でも数少ない社会保険労務士事務所です。全国の小売業コンビニオーナーの皆さんが抱えるお困りごとに寄り添い問題解決いたします。人が集まらない、どうやって育てればいいんだろう、従業員の働きがいにつながるアイデアはないかなど、小さなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせは電話 03-5357-1182 または
コンビニ社労士で検索。相続対策は万全ですか？税理士法人ベスタックスは財産カウンセリングにおいて相続に関するお悩みを問題解決し、最善のご提案をいたします。大切な家族と争わないために、事前の準備から相続の発生後まで信頼できる相談相手として全力でサポートいたします。相続、税金、手続きなど少しでも不安な皆様、ぜひ経験豊富なベスタックスにご相談ください。お問い合わせは電話 03-6421-2296 またはベスタックス相続で検索。キウナ名古屋。ツイキャスいろいろご参加ありがとうございます。高尾さん、こんばんは。こんばんは。サッカー中継で集中できないかも、すみません。今オリンピックのねやってますから ね、 からね、確かに気になりますよ ね、うん、私もね1時間前まで一生懸命見てましたけどもね、うん。FMJGC さん、こんばんは。こんばん は、 こんばんは。沖縄ラバーワッチさん、キウナ声の皆様、リスナーさん、こんばんは。はい、こんばんは。今夜もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。それにしても暑すぎだよね。本当ですね。で、値引きといえばお惣菜、最近は厚焼き卵とサラダとかね、つい買ってしまいます。うん、うん、わかりますね。はい、ペーターさん、うー、体温より暑いのは勘弁な。お前やね勘弁なって言われました。はい、カープボーイさん、みそにこみすきーさん、ダンサーズさん、ひげを剃ってもみつるさんになってる、うん。皆さん、こんばんは。うん、毎日毎日暑いですね。でもしかしそっちの方は40度超えた地域があるらしいね。岐阜県でしたっけ、どっか静岡県でしたっけね。静岡県ですね。はい、うん、人間だったら40度の熱だったらフラフラするよね。ということでね、やっぱりね、うん、もう立ってられないよね。そう、体温より上がるとやっぱりなんか命の危険を感じますよね。そう、本当にね、うん、なんかここ数日、昨日は37度のところでしましたけど、いやだけどやっぱり体温超えるとちょっと扉を開けた時にえって思うんですよ、やっぱり。あれやっぱりね、あの室内にいても、うん、こう熱中症に、ね、かかる方いらっしゃいますよね。私の知ってるあの、はい、74歳かな5歳かな、うん、の、 この、ね、あのおじいちゃまがね、はい、あの熱中症になって、うん、もうなんかあのめまいするって言ったんですよ、うん、でもお昼ぐらいからね、うん、でもずっとそのお部屋の中にいるようなこう作業をしてたんですけど、うん、で夕方頃にあのもうまあ、名古屋にいらっしゃってその人は小牧の方 で、うん、でちょっと車の中で休んでいくねって2時間ぐらい経った時に、うん、あのもう落ち着きましたかっていう連絡を入れたら、いやまだ車の中にいるって言って、うん、こうもう見に行ったらもうぐったりしてるんですよね。 あれもしかしたらこれ熱中症なのか、あのまだ違う病気なのかなっていうので、うん、でまたもう一人 の、 あのちょっと助けを求めてですね、はい、うん、先輩の方をちょっと呼んで、うん、多分熱中症っぽいよっていう風で、あの、まあ、小牧の方、まあ、こうなんですけど、あの、うん、の病院まで連れて行ったんですけど、はい、あのまあ、点滴打ったら、まあまあ、翌日にはあの元気になられちゃったんですけど、あでもやっぱりちょっと熱中症気味だったんですよね。熱中症ですよね。熱中症です。でもうなんかね、もうめまいがするって言って、逆にはこう、シートを倒して寝ることができないって言ったんですね。逆にあの座ってる状態のがいいって言って、こうリクライニングにしてこう寝てる状態がちょっとダメだっていうことで、うん、でもその間にもう2回か3回ぐらいちょっと戻してたみたいで、それぐらいちょっとこう気持ち悪くなってたみたいですね、うん、だから炎天下ではないんです。ずっとお部屋の中にいたんですけど、やっぱりちょっと脱水症状になったんでしょうね、きっとね、うん、でその方がですね、あの1日前からもうずっとあのやっぱりオリンピック見てて、はい、サッカーをずっと見てたらしいんですよ、はい、やっぱりそういう寝不足なんかもあって、あでもいけませんね、やっぱり寝不足は耐えてきてですよね、うん、多分それもあの全部重なったと思うんですね。うん、でそういうこともありますのでね、あの皆さんにお気をつけください、ね、なかなかヨーロッパですとね、リアルタイムで見ると、うん、こう夜中になるんですよね、うん、そうなんです、うん、
はい、気をつけてください、はい、そして、はい、沖縄大使さん、こんばん名古屋、名古屋で、高本さんが権限のある人じゃないと値引きはそうを簡単にはできないんですよね、量販店はってことで、そうですね。でペーターさんが毛皮が邪魔になる猛暑日、毛皮が邪魔になるってことはこう体毛が多いってこと。ペーターさんのアイコンワンちゃんなんですけど、はあはあ、ワンちゃんなんですかね、毛皮が、あ、毛皮が多いんですかね、やっぱり、うん、毛皮が多いって言うんだな毛が多いんですかね、まあまあそうですね、はい、ということでありがとうございます、はいはい、ありがとうございます。そしてですね、先週ですね、あのいつちょっとご紹介してなかった、はい、メールがあります。はい、お願いします、テーマバーベキューで来てます、はい、ツインクルちゃんからです。ありがとうございます、はい、ございます。今から6年前の夏に職場の方とビーチに行ってバーベキューをしました。6年前は今の職場に入って1ヶ月経った時だったので不安な状況でしたが、バーベキューやった時は楽しかったですということです。そうですね、うん、そうですよね、やっぱりなんかこうまだなんか会社の様子が分かってない時にバーベキューってなんか手探りじゃないですか、うん、こう交流というかおしゃべりもね、うん、緊張しますよね。そうだよね、もうお酒入って ねベロベロになったら別だけどね、お酒入ってベロベロだったらね、もうおだまり関係なく分からなくなっちゃう、おだまり、それもおだまりませんね、うんうん、でやっぱりね、そういうところでイベントというか、ね、行事でねちょっと仲良くなったりするんですけど ね、まあ、ただ最近はなかなかこういうね、あの会社でっていう行事がないんで、それがきっかけのコミュニケーションが取れないっていうのは結構辛いですよね。まあそうです ね、まあですね、うん、はい、ということでありがとうございました、はい、ありがとうございます。今日のテーマは値引きですけれども、うん、ね、来てますか。はい、はい、じゃあ、ね、ご紹介しますね、はい、銭形警部からです。ありがとうございま す、ダンサーさん、味噌煮込みスキーさん、マスクマンさん、こんばんは。リスナーのハートを逮捕するの銭形警部です。これいつになったらこのハートをね逮捕してくれるのかしら、うん、ちょっとあ王子のハートはまだ逮捕されてないんだね。王子はけど警部からやだな、やっぱ藤子、うん、ちゃんだよねやっぱりねはい、本日のテーマ値引きディスカウントといえば、はい、24時間スーパーで買い物をしていると刺身や惣菜の値引き商品があれば必ず目にし、酒のつまみとして値引き商品を狙っているのは刺身、砂肝、餃子などの商品があれば必ず購入し、お酒と一緒につまみますね。お三方は酒のつまみとして必ず狙っている値引き商品はありますか、ということでございます。でもね、あの刺身系は値引き率が大きいというか、まあ、半額ぐらいですよね、うんうん、だから結構それはなるんですけど、惣菜だとあれこれ安くならないのと思ったら日付見ると次の日まで大丈夫っていうようなね、うん、あ、なるほど、そういうのありますよね。そういうのは値引きしないんだ。そうそうそう、まだ明日まで大丈夫っていう。あ、そうか、結構ね、狙い目つけてるのにあれこれ全然下がらないなみたいな、うん、そういう時ありますからね。なるほど、刺身はやっぱりね、こう夕方というか夜はね、うん、こう値下げの代名詞じゃないですけど ね、ですけれどやっぱり同じく狙ってる人は結構多いですよね。いますね、ね、でもあれってね、よく王子も夜遅くスーパー行くときありますけども、うん、50% オフって、まあ、半額が最高率なんでしょうね。それ以上ってあんまり見たことないんですけど、うん、いや、あります？あとね、私自身はないんですけど、はい、なんかたまに SNS でこうなんですかね、 70% とかの値引きのやつを上げてる人とかがいて、うん、あ、こんなに下がるんだと思って、はいはい、半額以下ですよだって、うんうん、だからまあ本当から言えばそれぐらいでもね、こう生もんであったりとかすると、ね、うん、売りたいですもんね、破棄にするよりか。まあそうですよね、うん、今フードロスっていうのすごく言われてるんで、うんうん、捨てられてゴミになってしまうよりは、まあね、うん、1円でもこう買って、うん、お客様が買っていただいた方がいいですもんね。あったものって惣菜にできないんですか。するものもありますよね、うんうん、煮魚にしたり焼き魚にしたりとかっていうね、商品がありますもんね、うんうん、それもどうなんでしょうね。まあ、あまり長くは、私あんまり遅い時間に行かないんで、うん、大抵そんなに値下がりしてないんですよ。 10% とか 20% ぐらい、うん、ぐらいしかなくて、うん、で刺身は
半額があればすごくラッキーですけど、まずねあんまりその時間帯に行かないとか行けないんですよね、うんうんうん、一回家に帰っちゃったらもうスーパー行きたくないじゃないですか、ね、ってなるとやっぱりなかなかそういうのには巡り合えないですけど、まあ王子は遅い時間に、遅い時間が多いですね、うん、そうするとですねやっぱりこう、男性のまあ単身の方なんでしょうかね、はい、そういう方もあの、ね、男性多くて、まあ、中にはですねあの、まあ、ご家族で、ね、来られてる方もいますけども、うんうん、結構ねあの、お一人の男性が多いですね、うん、ということは王子もそうやって見られてるわけだよね、うん、周りから見るとね、あそうだね、うん、あ値引き狙ってるおじさんがいるなってことですね、この人もあの、ね奥様に追い出された方かなっていうおだまり、うん、そういうパターンで見られちゃうかな。そしてペーターさんが、うんうん、半額を狙いすぎると値引きなしの品だけになるって。そうなんです。あで分かります、うん、なんかやっぱり朝一番にスーパーに行くのと夕方に行くのって全然品揃えが違うってことはやっぱり売れてるってことですよね、うんうん、そうなんです。だから遅く行くと確かにお目当てのもの自体がなくなってて。そうですね、あれ私おかずご飯今晩何にしようってなるんですよね。うん、うん、だからあんまり遅いとね嫌ですよね。やっぱだからお店によっては朝一で行くとこう安い商品もまだ あるっていう時もありますよね。その日の商品がこう、うん、夜遅くに値引きじゃなくして、うん、多分こう夜遅く本当の最後の最後お店じまいの前に、うん、あのそういう半額にするんでしょうね。で翌朝、うん、行くと半額っていう商品がねある場合がありますので、あ、はい、それはまだ残ってるってこと。前日のやつが多分そういうことだと思いますよ。お、うん、あそっかそっか、別に日にちが、うん、賞味期限が切れてなければそういうことですね。確かに、うん、そっか、なるほどね。一晩超えちゃってるんだ。うん、うん、そういう場合もありますね、うん、おあカポーさんがおかずを選ばないんだったら半額は狙ってもいいんじゃないかと思うけど、食べたいものがあるんだったら半額それに貼られると限らないから難しいところですよねって。そうなんですよ、確かにそうですよね、うん、あとね余分なもの買えません。あ買えます、買えます、値段につられて、うん、あ、うんうんね、肉買ったら魚介まで買っちゃったみたいなねこれも安いじゃんみたいな。あじゃあ結局そうしたら無駄遣いってやつですよね。あそうです、最終的には、うん、だからねあのよくあの、まあ、これはあの食品ではありませんけども、はい、こう例えばこうブランドの、ね、うん、服とか靴があるじゃないですか、ね、あ安いなと思っても自分の好みじゃない場合がありますよね、うん、色なんかとかそのデザインが、はい、でそういう時に お二人は、ね、この値段につられて我慢して買うか、やっぱりどうしても自分の好みのものが欲しいと思って買わずに置くか、どっちのパターンです。物によりけりですよそれは、うんうん、王子ね、うん、もしそういうのがあったらね、うん、あのデザインもさることながら値段に負けてしまって、はい、我慢して買っちゃう方なんですよね。本当だったらちょっとね、うん、違う色の方がいいな、もっと派手っぽい色の方がいいなと思いながらも地味な場合があるじゃないですか、うん、でもこれすごい安いよねと思うと、うん、なんか買っちゃう方ですね。あの物によって、うん、何もう入ってこないとかあるじゃないですか、その色のものが、はい、もう売れてしまって、はい、結果違う色のものが安く売ってて、うん、でもう入らないっていう時はもう逆に何も買えなくなると思ったらその安くなっている違う色のを買いますけど、うんうん、まだその自分の好みのものが入ってくる可能性があるんだったら買わないです。だってそこまで頭が回らないもんでもやっぱりその辺の見極め難しいですよね、うん、だからもう例えば靴なんかよくあのラスト一足とかっていうのがあるじゃないですか。あ、はいはい、うん、だからそのラストは本当のラストなのか、うんうん、ね、もしかしたら違うお店からまた持ってこればあるのかな。またそれひとしきりなくなった時にまとめて入荷されていっぱいになってることもありますよね、うん、まあ、どっかの、ね、あのチェーン店のお店からこう、ね、集めてくる場合もありますから、あその辺難しいですよね。なかなか難しいですけどね、うんうん、でツイキャスでペーターさんが朝一に1割引きのがあるとなぜか嬉しくなるって。はいはい、ああなるほど、まあちょっと得した気分かなって、うん、でもまあ何でも人間ってねそういう感情がありますよね、うん、あのちょっと安くなってると、うん、こうラッキーっていうね、うんうんうん、それはありますね、うんうん、ただでもやっぱ朝一に行ってちょっと新鮮なのがあってちょっと若干色が悪くなっている1割引きがあったとしたら、
私は新しい方を選んでしまう。まあそうでしょう ね、 鮮度がね。それだったらもっと安くしなさいよって、色変わってるんだったらって思うけど ね、なんかやっぱり今色変わってるっていうのは大げさですけど、まあまあね、若干鮮度がっていうのあるじゃないですか、うんうん、ありますあります。なんかやっぱりその1割引きは買わないですかね、うん、やっぱりね、味は落ちてると思うんですよ。あ、落ちてますよね。うん、まあ、物にもよるんでしょうけどね。あの、食べれるとは思いますよ。うんうん、あの、体に不調なく、うん。だけど、美味しく食べれるか、そうでないか。うんうん、それはありますね。それはありますね、うん。特に魚なんかはね、新鮮じゃないとやっぱりね。うん、そうです、そうです。うん、なんか分かりますよね。あ、古くなってるっていうのが。うんうん、で、沖縄 T シャツ屋さん、はい、パパ屋さん。今夜も元気に、はい、こんばんは、こんばんは。あ、ちょっと拳をちょっと入れましたけど、お、ちょっと、うん、ちょっといいでしょ。で、ラントさんが、はい、こんばんすやすやすや、あれ、もう寝ちゃってるよこれ。寝ちゃった、やだやだいや、眠くなる時間ですよ、ね、うん、寝てない、うんうん、あ、寝てない。あ、で、ペーターさん、こだわりのない品なら値引きで買うけど、ファッションだからねって、ほら、王子わかります、うんうん、ね、で、うん、カポイさん、1日とかにあるユニオの1円の品物って、あれどんなやったら手に入るのかな、みんないつ行ってんのかな、あれ買う人って。そう、ユニオの1円の商品ってなんかあるの、あるみたいで、うん、あ、広告に出てるやつですか。あ、いや、どういうスタイルか私もちょっと分かんないんですけど、うん、はい、なんか誰かがこの前ラジオで1円で買ったとかって言ってたんですけど、あ、本当に1円なんですかね、やっぱり。なんかユニオンって朝めちゃくちゃ人が多いっていう話聞いたことありますけどね。日曜朝とか、日曜朝、あ、朝一やってるからですよね、うんうん、めちゃくちゃ多いって聞きます ね、なんかそういう特売の商品があるんでしょうね、うん、いや、ラジオではね、うん、特売の情報を聞くんですよ、 RBCA の、うんうん、アイラジオでね。いや、買いに行きたくたって買えないに行けないなって思いながらラジオ聞いてますけどね。 あれ安い、安いなと思うことありますよ、日曜ね、うん、なんかキャベツが、うん、なんかね、2桁の値段だったりとか、うん、なんか牛乳が安かったりとか、うん、ポークが安かったりとかしてて、あ、いいなって思うけど、残念ながら沖縄ですもんね。まあユニオン本当に前ね、チーズケーキ買った時、おー、安いなと思いましたよね。あー、あれ、はい、ありましたね、美味しかったですよね、はい、あっさりして、うんうん、500円ぐらいで売ってたかな。そうです、そうです、うん、ね、これ通常買うと倍ぐらいするの。いやいやいや、それ通常がそれぐらいです。レギュラーでその買う、あー、そういうこと、うん、安いと思います。美味しかったんですよね。はい、うん、あ、ラントさんね、無双ってことで、うん、で、ラントさんが、昔お客さんが値引きシールを貼ってもらってるのを見て釣られて貼ってもらったのを覚えてるって。あ、何、横に差し出して貼ってもらったってことかな。でもそのよくあるんじゃないですか、あの、これはできるのって言ったら、いいですよってペタッと貼ってくれる。あ、そっかそっか、うん、そのタイミングでまだここにいた場合ってことですよね。そう、あの、あれも順番ですもんね、その係のこの貼る人が、うん、でその前に持ってて、うん、これは安くなるのって言ったら大丈夫ですよっていうパターンもありますので、うんうん、ダメな時はちょっとこれまだあの日にちがありますからっていうふうに多分言われちゃうと思うんですけど、そっか、うん、行ってみるもんですね。そうです、そうですで、ラントさんは実はめちゃくちゃ眠いんですね、目をこすっています、はい、で、で、T シャツパパ屋さん、旦那と結婚してよかったこと、楽器系がシャワリで買える。あら、うん、いいじゃないですか。シャワリもありますもんね。でもそう、そう、社員割引で買える、やったって喜んでますけど、そうなかなか楽器って買わないですよね。まあミュージシャンじゃない限りはなあ、うん、でもまああれかな、あの、こう電子ピアノとかそういうのはね、うん、いいのかわからないですね、うんうん、本物の大きいピアノはなかなかね大変かもしれないけど、ん、本物何、え、あの、本物のこのピアノ、あの、本物のピアノって、本物のピアノって何、何、あの、何ていうの、いや今流そうとしたけど今なんだと思って。じゃあだからさ、その電子ピアノではなくして、うん、あのちゃんとしたピアノあるじゃないですか、うん、まあ、ちょっとね、あのグランドピアノもちゃんとしたピアノですよ。いやちゃんとしてるんですけども、うん、あの、なん、あれ何ていうの、電子ピアノに謝って、謝ってあのグランドピアノじゃなくして、あれ何ていうの、
あの一般的家庭においてちょっとめんどくさいから前切りましたはい、あそういうことか、はい、グランドピアノと、はい、あのそうじゃなくて後ろがね短くなってるやつね、はい、あ入ってないんだよ。キーボードと言ってほしいです。どっかのマイクではかすかに拾ってるかもしれないです。はい、またなんかあれだったね。はい、うん、あの王子いろんなこと喋ってたけど聞こえてないよね。うん、聞こえてなかったね。うん、かすかに聞こえたかもわかんないけど、グランドピアノが買おうと思えば、はい、ヤマハ以外は3割引きで買えるそうですよ。あら素晴らしいね。でも元手が高いですよね。でもヤマハは値引かないんですかねってちょっとそこを思ってしまった私。やっぱりあれなのかな、あのブランドのあれかな、あるかなあれかな、うん、まあ、値引きのしないメーカーさんもありますからね。で、あとパパヤさん、実家に帰った時に絶対買おうと思って買いに行ったもの、 3A オリジナルブランドのゲットエキス靴下3足720円。ゲットエキス、なんだろう、どんな感じなんですか。なんか肌がスベスベしそうですね。ゲットエキスが何か練り込んであるんですかね。なんか気になりますね。はい、おこう翌朝とか履いた後があのすっきりするってやつ。しかも3足720円ですね、うんうんうん、で、FMJ 新地さん、はい、先日靴屋でコンバースオールスターの黄緑ショートが2000円だったのですが、靴が増えすぎたのを思い出し泣く泣く買うのをやめましたって、うん、いやでも2000円だったら買った方が良かったんじゃないかなって思うんですけどね。かっこよさそうですね、うん、この緑、ね、黄緑色っていうのはいいですね。おお、うん、うんうん、はい。で、はい、カーボーイさんが楽器か、楽器を値引きはできなかったな、最近また三振注文しちゃったからなって、うん、三振組合の理事長さん、88万円、また買っちゃった、やばい。いやまたすごいね、このまたっていうのが、うん、すごい。理事長が買ったってことだよね。そうそう、ああそういうことですね、びっくりした、カープボーイさんが買ったのかなと思って、三振組合の理事長すごいね、また買っちゃったってこと、もう何本も持ってるってことだよね。いやいや、もちろんそうでしょう、ね、たくさんお持ちになってると思いますけれども、うん、FAGC さんがダンサーさん面白いっていうのは、はい、あれかな、マイクのことかな。ああ、うん、まああのクリーンな放送をさせていただくためには必要かな。今日なんかあれだよ、はい、あの何一言もこうね、うん、放送コードに引っかかることは一切言ってございませんので、お黙り。なぜあの音声がね、あの、うん、王子のマイク入ってなかったか不思議で、ね、ならないんだよね、うん、これからちょっとどんどんお話しようかなと思うんだけどね。もう終わりです。あれちょっと待って、うん、なんか私こう残酷なこと言いました。はい、ゲ、味噌煮込みしきさん、酷なことって。ああ、ん、あ、私、酷なこと言った自覚がないわ。お黙り。え教えてもらって。教えてもらえないわ。で、あの先ほどの靴下はゲットエキスで防臭効果&サラサラです。あら、いいですね。いいね、本当にいいよね、うん、最近防臭効果ですよ。いいですね、あのちょっとこうなんていうのかな、はい、あの革靴ではなくスニーカーでもなく、その中間あたりの、うん、ちょっとその、あのビジネスシューズっていうんですか、うんうん、そういうの履いてますけども、通気性が悪くてね、はい、もうあのお家帰ってきて脱ぐとね、もう酸っぱくなってるもんね。びっくりしたもん。嫌だな。でこれがですね、うん、あのまあ、別におしゃれなあの靴屋さんで買ったんではなくして、うん、あのワークマンありますよね、はい、お仕事用の、はい、多分ねそういうところで買ったものですから、うん、あの一応その、まあ、安全靴ではないですけども、うん、こうビジネスシューズということでね、はい、うん、あのおしゃれとかそういう通気性のとこまではね、うん、ついてるような靴ではなかったんです、はい、ということはやっぱりね、うん、匂いがこもっちゃってたんだろうね。うん、あ、まあ、カレー臭ですよね、それ。カレー臭、うん、でも今酸っぱくなったっていうのちょっと想像して、ちょっとなんか本当にね久しぶりにね、うん、いや酸っぱい匂いするなと思ってさ。いや、うん、もう臭いを通り越えてなんか熟成されてんじゃないかと。いやでもその一歩手前でしょうね。いや、うん、で
パパヤさんが、はい、王子エキスでスベスベスベリ、あそれはいいよ。あのねこれはもうあの全身に塗っていただきたいね、あのね老若男女あのね塗っていただきたいなと、女性の方もね男性の方もね、お引き取りください。かなりスベスベになると思うよ。お引き取りください。うんでもスベリスベはいいけど滑りたくはないな。王子滑ってますだから別にそれは滑ってるあれじゃなくてね、うん、まあ王子のあの顔の油をね、まあ、皆様にちょっとこう分けて差し上げたいなっていうね、またツヤツヤになるでしょ。セクハラです。ねなんであのね今、はい、これちょっとねあの話変わりますけども、はい、多分今皆様方ねあのパリオリンピック見てると思うんですけども、はい、王子もですね本当はですね、うんはい、ちょっと競技を一つねあの王子のためにねあの加えていただきたいなっていうよ、ねうん、思いがありましたよね、うん、あのまた特にですねこのフランスですよ、はい、フランス美女をどれだけゲットできるかっていうそういう競技をね、うん、作っていただきたいもん。今ねそれを聞いた時に私はねすごいタイムリーなツイキャスを見てしまいましたよ。スベリンピック、パパヤさん、パパヤさんが、これは今王子が同時ぐらいですか、このスベリンピックっていうのは。いやあの気持ちパパヤさんが早めでしたけど、もう察知して多分スベリンピックですね。えこれがスベリンピック、いやいやこれはですね本当にですね、うん、フランス語も分からずねこうチャレンジしていくっていうね、うんうん、でそれもですね別にあの競技があったとしてもですよ、うんうん、そういうあの練習とか一切なくですね、うんまあ、王子 の, その気持ちとですねそのアタック精神でですね、アタック精神、うん、もうね、当たって砕けるですよ。 でそういう風な形で、ね、フランスの美女の方をどんだけゲットできるかっていうね。あの高保さんから22時31分王子イエローカード1枚出てます。そんな人いっぱいいるよ、もうね、王子じゃなくしても、うんね、オリンピックに引っ掛けてですね、うんフランスに行ってですよ、パリに行ってですよ、はいうんうん、そうやってね。そして高坊さんから、まあ、フランス女性に失礼だったからイエローカードが出ました。失礼、いや それは、はい、それは違いますよ。あのね、まあ、ゲットという言葉を使いましたけども、うん、お友達になる、まあ、そういう競技ですよ。どれだけたくさん、うん、どれだけね、LINE 交換できるかとかさ、うんうん、そういう形でですね、友達の輪を増やしていく競技。はい、ということで意味不明なので CM でーす。はい、CM でーす。キウナ小屋。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターアンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。おやつと軽食の店夢屋。那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢屋はあなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分、詳しい場所は地図アプリで検索。リラクゼーションのゴミはお客様に合わせた施術をしています。疲れてるから癒されたい、腰が最近痛いといったことなど幅広くサポート。体験したことのない施術をお約束いたします。お問い合わせは名古屋市緑区リラクゼーションサロンのゴミで検索。リーグラッドはネットワークカメラシステム、ポップシステムの開発、製造、販売をしています。お見積もりから設置運用までワンスポットサポート、安心のセキュリティをお約束いたします。お問い合わせは D グラッドで検索。キウナ小屋。Thank you.
名古屋は栄養コーナーです。はい、はい、あのねこちらの方だとですね、はい、あの三井アウトレットパークあの、ジャズドリーム長島というね、うん、三重県長島町にねあの、うん、アウトレットモールがあるんですけども、はい、まあ、ここからはね、あの名古屋からは結構近くてですね、うん、あのお出かけになる方多いと思うんですけども、はい、結構ねいろんなブランドが入ってて、はい、もともとその、まあ、値引き率が高いというんですか、うんうん、っていうものがあの入ってるのアウトレットモールですね。で、まあ、そこなんかのねあの店員さんによく聞くんですけども、うん、あのやっぱりですねあのこの言葉的にちょっとよろしくないんですですけども、はい、あのやっぱりあの売れ残り商品が、うん、あの入ってくるみたいなんですね。で今あ、はい、まあまあだからアウトレットなんですよね。そであの今人気の例えばですね、うん、今のドジャースのねあの大谷モデルの、帽子とかキャップとかですね、はい、前はエンゼルスでしたけど、うん、というものはあの売れ筋のものというのはなかなか入ってこないみたいですね。結局売れちゃって、でまあその型落ちになったりとかその、うん、まあ、大谷モデルでないものなんかが結構ね、うん、あの入ってきてっていうふうなもんですから、ね、うん、まあ、王子なんかもね、まあ、ミーハーですので、ちょっとそういった大谷モデルなんかないのっていうと、そういったものは入ってこないです。うん、ああ、うん、それをだってアウトレットショップで買おうとするからですよ。うん、でも、こういろいろね、こう見てると、あの、ベースボールキャップがね、いっぱいあると、うん、なんかあると思うじゃないですか。うん、うん、でもそ、ね、そうやって聞いてみると、やっぱりないんですっていうふうで、ん、で、あれもですね、海外から輸入の、下地のシールが貼ってある場合があるんですね。ほうほう。でその上に、日本容器の、単価のついたシールが貼ってあるんです、うん、でそれねよくビューってねこう目を凝らしてみるとね、うんうん、下地 の海外 その金額が、ね、うん、日本の、ね、アウトレットの金額よりかかなり安いっていうね、うん、計算すると、あ、うん、だからまあこちらに持ってくるまでの、こう経費がかかってるからね、うん、ちょっと上乗せになってるのかなと思うんですけど、うん、下地のね、そのね、例えばドル建てとかね、そういうのを計算していくと、うわ結構安いじゃないのという、ね、値札の上に日本円が貼っつけてあるっていう。なるほど、うん、確かにそういうパターンもありますね。海外に行って結構普通にスーパーとかに行くと日本であんなに高いブランドがこんなに安いんだってこと確かにありますよね、うん、そういう特にスポーツ用品なんか特にそうですよね。あります、まあそういう感じですかね。別にアウトレットじゃなくても普通に安く売ってますもんね、うんうんうん、海外でね、うん、でもまたあれですよね、あの海外にもそういうアウトレットモールがありますもんね。 あります、あります、ね、そうするとまたね安い中でまたさらに安くなるっていうね、うんうんうん、そういうパターンがありますけども、なんかアウトレット用の専用モデルを作ってるっていうのも聞いたことがあるんですけど、うん、あ、そうですか、うん、うんうん、別にそのなんていうんですか、その売れ残りとか半端ものとか片落ちのものだけじゃなくて、うんうん、そのアウトレット専用のそういうちょっと、まあ、まあいわゆる廉価版ですね。そうですね、はい、うんうん、そういうのがあるっていうのを聞いたことがありますよ、うんうんうん、それはね、あのやっぱりその片落ちだけではなくして、うん、はい、あのまあ、B 級品、うん、っていうのがね、やっぱりそういうのも入ってますよね。うん、当時ね、あのね、何年か前にそこのモールでですね、ジャージを買ったんです。はい、で、まあ、右左にこうポケットがあって、うん、で後ろにもポケットがあったんです。うんうんうん、で、お家に帰ってきて、うん、履いた後にですね、はい、後ろのポケットが縫い付けてあって、は縫い付けてあって何にも入らないんですよ。あ、それ飾りポケットじゃないですか。でもね、それがね飾りっぽいのかなってよく見たんですけど、うん、なぜかしらね、ちゃんとこう膨らみがあるっていうの、この空間があって上が閉じられてるような感じなんですよ。じゃああれですね、うん、やっぱり B 級品というかちょっと失敗作なのかもしれません、ね、多分そうだと思いますよ。これが空いてればもう一番いいのにと思いながらね、うん、なぜここだけこうとね閉じられてるのみたいな、まあ、だからアウトレットに出てきたんでしょうね、うん、多分そうでしょうね。それ買ったんですか。え、だから気づかなかったんです。買って 気がつかずに買って、うん、っ帰ってきたってことですね。そうそう、だから、まあ、うん、あの履けないわけではないんですけども、でもポッケが使えないと。そう、まあ右左の、ね、ポッケは使えますよ、うん、後ろのポケットとか後ろに入れたい時ありますね。そうなんです。であれって言ったらね、うん、全然あの指先も入らなかったからね、うん、びっくりしました。完全に縫い付けてあった、はい、そうなんです、うん、そういうことが、ね、ありますけど、まあそういうもの、まあ、だからこそね、うん、こう値引きしてやって安くなってるってことなんでしょうけどね、うん、
沖縄 T シャツパフェさんが、はい、余剰在庫のお店といえばキンブルっていうのがあるんですけど、はい、うん、わかりますよ、ね、そうですね、まあこれで名古屋だけですかね、名古屋ってか愛知県だけですかね、愛知県だけじゃないですか、キンブル、うん、どうでしょう、キンブルは行ったことありますよ、うんまあ、キンブルは、まあ、まあ最近だいぶいいですけどね、昔はいろんなものもむちゃくちゃ売ってましたからね、うん、なんかなんでしょうね、すごいびっくりするようなものがびっくりの値段で売ってないとか、うん、そうですそうです、いやすごいびっくりした話は缶桶が売ってたっていう話を聞きまして、うんまあ、私が見たわけじゃないですけど、一応未使用ってなってた、うん、いやすごいなと思って、その、うん、なぜ缶桶をって思うんですけどね、うん、缶桶未使用っていう、うんうん、でそれもですね、まあ、王子が見た時はですね、うんまあ、あるあの女優さんのですね、はい、もう女優さんといってもちょっとあのお色気のあるあの女優さんの、はい、20巻ぐらいね VHS かなんかのね、うん、あのそれもあのビニールテープでくるくる巻きにしてあるような、はい、それキンブルにあったんですか、うん、キンブルにありますね、それもねあのキンブルの一番奥の方にあの、うん、なんていうのガラス越しにあるというあのあちょっとあのいいものが置いてあるよあれがあるじゃないですか、うんうん、あの外にむき出しではなくして、はい、あショーケースですね、はい、ショーケースの中に入ってて、うん、それは20巻ぐらいこうあるようなね、うん、それも VHS だったかな、それ20巻ワンセットってこと、そうです、うん、多分、まあ、持ち込んだ方がいらっしゃったんでしょうね、だけどテープ VHS なんですか、うん、あらこれってすごいね、あのねまたそれがですね、うん、もう今ではそんな格好しないでしょっていうようなこう、まあ、女優さんのこのヘアスタイルとかさ、うん、あ懐かしい感じの、そうそう懐かしい感じの、うん、こうマニアの方が大好きっていうようなね、うんうん、そんな感じのものがね、あの、まあ値段的なものはちょっとわからないんですけども、はいうんまあ、そういったものを持ち込まれて、うん、またそれを買われる方がいらっしゃるんだなっていうね、うんうんまあ、俗にマニアの方だったらこうお宝級かもしれないですけどね、うん、ということで、うん、あのだんだん取り留めない話になってきましたので一回コーナー閉めますよ、なんでその方向になったんでしょうか、ね、すぐそっちに持ってくるんだから、それはキンブルの話ですから、まあ、こんなアウトレットというかディスカウントショップもあるということで、はい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 、名古屋は栄養値引きのお話でした、はい、キユナ名古屋これパワヤさんのね、うんツイキャスですけども、はい、で王子の話を聞いて思い出しました、はい釣り仲間と飲みに行ったらその人スマホをなくしたの、はい散々探してスマホ鳴らしたらズボンの裾にスマホがあって、うん、アウトレットで買ったズボンのポケットが下まで下がってたまあ、まあ、そういうことだよね、うん、王子の逆パターンだよね、逆パターン、うん、どん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 下まで行っちゃうっていうまさかのそこに、うん、みたいな、うん、王子はそこまであの、ね、あの入らないっていうかね、うん、どっちがいいかって言われるとどっちも微妙ですよね、まあ、でもねどっちかなっていう感じ、うん、でもね買うときわからないんだよね、うんうん、でも例えばですよその店員さんが、ね、あのこれはこういう商品ですっていうんで説明があればですね、はい、いいんですけども、うん、多分ね店員さんもね王子の場合分かってなかったと思うんだよ ね、うん、じゃあメールお願いします、はい、お願いします。名古屋ネーム沖縄大好きさんからです、ありがとうございます、ダンサーさん、みそさん、王子、こんばん名古屋、名古屋、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー名古屋ネーム沖縄大好きです、ありがとうございます。値引きといえばスーパーやコンビニ行くと惣菜などが値引きされていますよね、特におにぎりとかの値引きが多いのでよく買いに行きます、おにぎりっていろんな具材と合うので美味しいですよね、特にポーク卵おにぎり、あこれがお好きってことですね、でもこっちの名古屋にポーク卵おにぎりないよね、あるでもね最近ねちょっとしたねフェアとかやっててね、たまに売ってますよ、たまにあるんですよ、あそうですか、はいはい、だいぶなんでしょうねこう、あそうそう、この間ハワイフェアみたいなのをやってて、うん、それでもそのスパムおにぎりみたいなのがあるんでね、はいはいはい、うん、やっぱりそういうのがだいぶ浸透してきて、はい、でそのおにぎりの一つの
になってるのかな、うん、はいはい、最近だからたまに食べれる、食べれますよ、うん、ああそういうことです、うん、あの前以前ですとね、あのセブンイレブンとかが、うんうん、あの沖縄フェアやってましたけども、うんうん、そういう時にね、あの、うんうん、ポーク卵おにぎりとかありますよね、うんうん、ありますね、はい、ね、そうだからちょっとその沖縄に行かなくても食べれたりするのが嬉しいですね、うん、あ、そういうことですね、はい、ありがとうございます、はい、ます、はい、じゃあお願いします、はい、続いてですね、はい、今夜も元気にこんばんはほうほう、みんなの沖縄 T シャツパパヤです、ありがとうございま す, います、昔とあるオークションサイトで、はい、中古ゲームはミニチュアアイテムなどを販売していた時のこと、うん、あ、これはパパヤさんが販売してたところですね、あ、ってことですね、うん、時々あるのが値引き交渉、このやり取りの時間が無駄なので値引き交渉は受け付けてい いなかったんですが、しつこく食い下がる人がいて、送料だけでも無料にしてほしい、そういうコメントがあり、どうしようかなと思いつつちょっといたずら心が湧いてきて、うん、設定してある価格に送料分を丸ごと上乗せして送料をタダにしたんですよ、うん、あ、これは相手方の気づかなかったのかな、そしたらその人即購入してとても満足な取引ができたと高評価をつけてくれました。何がしたかったんだろう、うん、ああだからね、やっぱりその感覚でね、うんうん、やっぱり得した気持ちになったんですよね、そうですよね、うんうん、だからもともと安い商品に、うん、まあその送料分の、まあ、乗せてもう一回こうね、あの出したんでしょうね、うん、そしたらあの、まあ、これ言葉のマジックじゃないですけど送料タダにしますよっていうね、うんうん、あれ言葉のマジックってあの人じゃないですか、社長安いっていう人もそうじゃないですか、あ、そうですね、あ、そうですね、とっても安いって言ってますよね、あの人 ねあの人、うん、言ってますよね、言ってますよね、でもやっぱりそう言われると安い気持ちになるから不思議ですよね、そうそう、安いお得になってんだなっていう感が出るじゃないですか、ただ、ただね、あのね場合はですね、はい、あの女性の方ちょっとその演出がねちょっとね、はい、度がいってますよみたいなね、うん、ちょっとあそこまで行くとね、かなりあの古いこうドラマのね、うん、ドラマというかコントですよね、うん、コント字掛けのそういう CM になっちゃってますので、まあ、DVD ですからね、うん、DVD だからね、からね、うん、それでとっても安いって言ってますから ね、はい、じゃあメールいきますよ、はい、キウイ名古屋の皆さんこんばんは、こんばんは、こんばんは、岐阜の9人のバーバーです、ありがとうございま す、我が家の食卓はだいたい1日おきに肉魚と交互に食卓に出すようにしていますが、19時過ぎるとスーパーの鮮魚コーナーの魚やお刺身などが20から30割引になるので、それを狙って買い物に出かけます。それをしてからは正規の値段で買うのはと損しているみたいで、別のスーパーではステーキ肉も割引になっていることがあるので、そんな時の我が家の夕飯はもちろんステーキですよ。物価が高騰している昨今、賢く買い物しないとねっていうことです。そうなんですよ、そうですね、うん、やっぱりあれですかね、うん、お刺身2割引きから3割引きっていうところですかね、そうですね、うん、だからお肉もなりますもんね、やっぱりそういう生鮮系は ね、あの安くなりますよね、なるほど、うん、であの FMJG 新一さんが地元のロジャース百貨店では長年倉庫で眠っていた舶来商品を蔵出しすることがあり、何年か前にアクアスキュータムの25年ものデッドストックジャケットを7割引きで購入したことがあります。ラッキー、7割引きは、うん、だからこういう時あるんですよね、結局ずっとこう眠ってて、まあ、売れない売れないという風で、うんうん、あのまあ、取ってあったのかね、もうデッドストックになってたんでしょうね、うん、やっぱりね、ねうん、それがポコンと出てきたらね、逆にお宝ですよ、うん、ね、そしてジュニーさんが、はい、こんばんは、わん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 になってます、こんばんは、はい、はい、うん、で、フェムジェジシンチさんが王子社長と似てるって、うん、王子社長と似てる、うん、ということはですね、うん、この横にいるあのみそちゃんがですね、うんあのもう一人 の女性の方、はい、社長安いってやるやつというふうにこうペアですか、あの西名さんでしたっけ、あ、そうなの、うんうん、
一話の方は歌手ですよね。歌手ですよ。歌手ですよ。本当にあの社長と歌手の間柄っていうのは、ね、よく聞きますので、うん、別にあのとっても親密な関係なお二人ではないということで、はい、うん、一応あのね、うん、事務所の社長と、ね、あのタレントという、うん、そういうことですよ ね、 いうことですね。専属タレントじゃないけどそんな感じですよね、うん、はい、うん、でもあの方やっぱりねあの、うん、夢グループ の、 あの CM の印象が強くて、はい、あの歌を歌ってらっしゃるとかあんまり聞いたことがないんですけど、でもあの人見た目より若いですよ。あ、そうなの。見た目より若いっていうか、じゃあ見た目が若く見える。あ、実年齢ってこと。実年齢、あの人60歳、うん、あら、あー見えないですね。なんですよ確か、へー、なのですごく若く見えるんですよ。さすが芸能人っていう感じですね、うん、あー確かにね、うん、あの先ほどのですね、はい、キンブルの話で、ええ、カンオケ未使用なんというパワーワードって言ってますでもペーターさんが中古のカンオケはないだろうなって。中古はないでしょう ね、 ね、中古はもうあの燃やされてるっていうか ね、 あのね、うん、そちらの方に、ね、行くんじゃないかなと思うんですけどそうですよね。でも、まあ、でも新品買われてお使いになるんだ。でもそうですよね、うん、もちろん未使用、でも使用済みだったら嫌ですね。一回入った跡があるみたいなねそうか、うん、そういうことですよね。一、うん、回入って、試しに入ってみたみたいな。試しに入ってそんな時は、うん、あの自ら入ることはないと思う。まあそうですね、入ってる間に目が覚めたって目が覚めちゃったかもしれないですねは、あ、あれ私何してんだろうこんなところでってここでは寝たくないっていう、ね、うんうん、まあ、そういう場合もございますんで、ね、そういう場合もあるのかな、うん、でもたまになんかそういう話聞きますよね、うん、でもね、なんか、うん、なんか話には聞いたことあるんですけどね、うん、実際のところどうなんですかね。まあなかなかあることではないでしょうけども ねそうですよね。でもね、いろんなものを売りに来る方もね多いですもん ね、あの、まあ、不要になったものっていうことでね、うんうんうん、前ね、あの、はい、大人用 の、はい、あの紙を持つ、はいはい、うん、それをね、なんかあの、まあ、多分どなたかが持っていらっしゃったんでしょうね、うん、あの、検品するっていうの、値段つけるこうカウンターのとこに、うん、こう山積みで置いてあった場合がね、うん、あの見たことありますけども、はい、まあ、そういったものも、まあまあ、お使いになるのがもういらなくなったのかなっていうことで、ね、ちょっとね、まあ、いろいろ事情があってそうですよね、はい、使用する方がいいねっていうことかもしれないですよね。そうですね、だからまあこれもね、まあ、新品というかね、カッポイさんが名古屋の人って値段安く買うことあるのって。ありますよ、ありますよ。なんかイメージ的にお金たくさん使うのが美徳みたいな場所なのかな、なんかどうなんだっけ、結婚式の花嫁の花嫁道具の中すごいんでしょ、うん、豪華絢爛でっていうことなんですけども、本当に昔の話なんですよね、これカッポイさん、そう、名古屋の話に聞いてたんですけれども、はい、実は冠婚葬祭はお金をすごく使いますけれども、普段は結構節約しますよ、うん、まあそうですね。でも最近、うん、あのこう金銀ギラギラのそういうあのなんていうの、結婚式ってあんまり見たことないんですけど、まあ、だいぶね名古屋もこう全国的にというかね、うん、同じような感じになってきましたけどね、うん、だいぶ考え方が変わりまして、うん、はい、ただ何か一大イベントがあるとその時にお金を出す、まあ、そうです、そのために普段貯めておくっていうのはまあ基本的な気質かもしれないですよね。そうです、うん、まあ、最近そういうふうにね、うん、いろいろ変わってきています、うん、というところで、ね、エンディングでございます。はい、エンディングです。はい、来週のテーマは洗濯ワッシュ。来週のテーマは洗濯です。大事なワンピースが洗濯して縮んだ。最近洗濯機を買った。汚れがよく落ちる秘密の洗濯石鹸がある、などなど洗濯エピソードを教えてください。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、
経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人個人スポンサーさんです。グランレーナさん、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワークブサイト FMJG、 お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田、おやつと軽食の店夢屋、太古式とオイルリンパトリートメントのリラクゼーションサロンなごみ、ネットワークカメラ録画システムのことなら D グラッド、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、今週もお聞きくださいましてありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。12さん指摘にはバブルではなく高度成長を終えて名古屋の近畿ではなくなりましたということで、うんうん、で、パパヤさん不定期報告、今夜も無事に王子にフルネームを呼ばれました。よかったよかった。はい、ということで、はい、来週も聞いてくださいね。閉店ガラーガラー。はい、今夜もお聞きいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。今日もですね、はい、今日あんまりあれだったね、あの王子の突拍子もない話が少なかったからね、うん、でまた多分皆さんね、うん、オリンピック見てたと思うから、うんうんうん、いやでも大丈夫ですよ、ちゃんとねあの番組をたくさんの方が聞いてくださってたので、うん、よかったですね王子、うん、やっぱりあのこれからでも遅くないから、あのパリに乗り込んでですね、ちょっとあの競技でもちょっとやっていこうかなと思いますね。おだまり、今からフランス行くの？うん、行ってみたい。あもう行っていいですよ、ずっとずっとフランスに行って、ほらスベリンピック開催、はい、ということでまた来週、また来週。パパヤさん最高ですね、スベリンピック。